皆さんこんここにちは私のチャンネルへようこそ17日投開票の兵庫県知事選で再選された斎藤元彦氏は18日報道陣の取材に応じ県内29市のうち22市長が元同県尼崎市長稲村和美氏の支持を表明したことに対し22市長のうち伊丹市長や宝塚市長姫路市長はなぜか 選挙事務所に来られたと打ち明けいろいろ事情があって名を連ねたのかもしれないが、市との連携は大事なのでしっかりやっていきたいと語った。写真、YouTube で勝利宣言、ガッツポーズする斎藤氏、また、斎藤氏は再選が決まった後、日本維新の会の共同代表で大阪府知事の吉村博文氏から、おめでとうとのメールが届いたが、夜すぐ寝てしまったので返信していないとも明かした。 吉村氏からは県議会の不信任決議前に直接、辞職を促されていた。斎藤氏は、再び知事という立場になったので、関西広域連合もそうだし、兵庫と大阪は連携しないといけないこともテーマごとにあるので、しっかりやっていく。と述べ、今後は吉村氏とも連携する方針を示した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。